して降る朝の日差しとともに一日の始まりがあって、いつも通りに時は刻まれていき、忙しい時間は流れていったね。君と会える時間を心の中で刻むことで、俺の中で湧き上がる会いたい気持ちを抑えている。今日一日が終わろうとしてるね。君は何を思っているのか。毎日は会えないけど、お休みは毎日言えるね。俺が君を寝かせてあげるから、君は俺を寝かせておくれ。夜の夢に目を閉じてごらん、優しい夜の隙間から安らぎの光が見えるね。歩きたりの会話で毎日話がしたいと君は言ってたね。君を抱きしめる時間を心の中で感じながら、俺の中で湧き上がる目を閉じると、君の笑顔が浮かんでくる。温めてあげられないけど、お休みは毎日会えるね。俺が君の夢を見るから、君は俺の夢を見ておくれ。皆さん、今日もありがとうございました。